常田だかいんか10年8月27日は、戦国時代から江戸時代前期の人物。若さオバマ藩の藩主教国工事の性質。本名は、浅井初で、一般に、初の呼び名で知られる。また、幼名はお、おこじり、おな。浅井三姉妹の一人。父は、大見国おたり上主、浅井長政。母は、織田信秀の娘、死。姉は、 豊臣秀吉の側室となった、茶茶、妹は、徳川秀忠正室の子。兄に、万福丸、異母帝に万気く丸、同母帝、または、異母帝に、朝以来。孔子との間に子はなく、妹、孔の娘で二代将軍、徳川秀忠の四女、初姫や宇治家幸きの娘、小ならを幼女とし、側室の子で着手の忠孝や孔生。 また、詳細不明の養子一名をはじめとした、血縁、家臣らの子女の養育に、積極的に関わったとされる。後に、養女の初姫と忠敬を手話せるが、この両者にも子はできなかった。大御国小谷城に生まれる。天正元年、父の長政は叔父、織田信長と交戦し、小谷城は父、長政と、祖父、久政の自害により落城。 母の死と三姉妹は、藤掛長勝に救出され、以後おじの織田信金の下で被護を受けたとも、終わり国主山城主で信長のおじにあたる織田、信次に預けられたとも言われている。天正2年9月29日に、織田信次が戦死した後に、織田信長の岐阜城に転居することになる。天正10年6月2日の本能寺の変で、信長が、 家臣の明智光秀に撃たれたため、6月27日の織田家後継者を決める清須会議によって、母、氏は、織田家の重臣、柴田勝家と再婚し、娘たちと共に、越前国北の少女へ移る。天正11年、清須会議がきっかけで、橋場秀吉と対立した勝家は、静ヶ岳の戦いで争うも敗北。北の少女の落城の際に、氏は、 勝家と共に自害したため、三姉妹は、秀吉の庇護を受ける。また、北の少女を落城後に三姉妹は、遥かの谷にかくまわれた上で、橋場秀吉に知らされ、これを聞いた秀吉が直ちに迎えを出して、三姉妹を、安土城に入城させ、その後は、秀吉ではなく織田信夫が三姉妹を貢献して、面倒を見たとも言われている。天正十五年。 秀吉の計らいにより、浅井家の主筋にあたる京国家の当主でありいとこでも、あった京国工事と結婚する。慶長5年、秀吉の死後に五奉行の一人、石田三成と五大老の筆頭、徳川家康が対立し、石田三成らが挙兵すると、京国工事は三成側につくと思わせ、関ヶ原の戦いで、大津城に籠城して東軍に転じる。 結戦前に会場したものの、西軍を足止めした功績で、京国工事は、若さ一国を与えられる。慶長十四年、夫、工事と死別すると停発、出家して、常田会員と合す。この頃から、老い、豊臣秀頼と、徳川家康の対立が露呈するようになり、常田会員は、豊臣方の使者として、仲介に奔走した。慶長十九年、 大阪冬の陣では、徳川側のあちゃ曲と共に和議を取りまとめ、両家の和議に尽力した。慶長20年、大阪夏の陣で、豊臣家が滅亡すると秀頼の娘、後の天衆にの除名を家康に嘆願したとも、言われている。その後は妹、甲とよく会っていた。甲が亡くなる、少し前に、常田会は、江戸で再会し、退団したという。寛永10年、 京国忠敬たかの江戸屋敷で死去、去年六十四墓所は、若狭の常高寺。常高寺は、後瀬山山六にあり、後瀬山山頂にはかつて、後瀬山城があった。後瀬山城は、京国工事が、徳川家康より、若狭一国を配慮した時、初めに入った城である。墓所は、 常ねだに栄翔日光の石灯を中心に、日光に仕えていた二層たちの石灯が解析する、形をとって並んでいる。同時には常ねだかの肖像画も伝わっている。常ねだか没後の翌関永11年、京国氏は、出雲松江藩に国替えした時も、常ねだかの墓所である、常ねか寺は、若さに残された。以後、京国家が、出雲、張間、佐抜へと国替えになっても、 その護を受け続けた。常高寺には次女であった、桂久院11世、エリンに、光雲人9世、吉弘に、節子人11世地境に、商用院、法神院、清涼院、清主人らの墓も残っている。初は、浅井三姉妹の次女であり、大阪の人の際の活動などから浅井三姉妹を主題とした作品、大阪の人を描いた作品に多く登場する。 ありがとうございます。